ありがとう。翔也、明、真司、ありがとう。そう、みんなにこのギフトについて散々言ったのに、まさかのまさかの音が出なかった。それジワルデイズの、それジワルデイズのギフトなんですね。すごいですね。こんばんは。そう、ちょっと皆さんね、ちょっと大思いかもしれないんですけど、そう、昨日の昨日のですね、昨日私誕生日だったんですけど、昨日の飾りがまだそのままなんですよ。はい、ちょっともうちょっとしたらね片付けるので、しばらくはこれでいきます。まあ、せっかく可愛いしもったいないんだよね。だからバースデーだけ撮って、今後もこの飾りはつけとこうかなって思ってるぐらいお気に入りです。ママがつけてくれたんです。今日はそんなママが朝から体調不良だったのでね、みんなの夜ご飯を作ったりしてました。そして今いとこがね来てくれてるからね、そう、それでちょっとおしゃべりしたりしてて遅くなっちゃいました。ごめんね。キョンキョン、ここキョンキョン見えないね。タイガーマスクさん、ありがとう。そうなんです、もうね朝から目が真っ赤っかで、今日も花粉症絶好調でございますね。ほんと是非ゆら生誕にひでぽん、ありがとう。でも今日はあれです、うん、ピックさんお誕生日おめでとう、一緒に素敵な一年にしようね。全然違う、ひでぽんありがとう。なんか今日ねレッスン終わりにみゆみゆさんのね誕生日プレゼント買いに行きました。アンナちゃんありがとう。ヒデポンありがとう。可愛くて推しになりました。あら嬉しい。つゆったろ、つゆったろ。生誕祭公演が遠方枠で当たった。え、嬉しい。あ、そう、あれだよね、遠方枠のなんかその当選発表がもう今日あったっぽいですよね。ちょっと花粉症すぎてすっぴんでごめんなさい。もうお店で着れないほどね、すっぴんです、すいません。連番でいき、あー、わかるよ、ありがとう。あ、今日スタジオ借りてたんだよね。そうなんです。まさみくんありがとう、まんこさんありがとう。ヨッシーさん、ゴーゴーゼットさん、ベンツーさん、ありがとう。あんですね、皆さんにちょっとお見せしたいものが、みんなありがとう。そう、実は昨日だったんだけどね、しばらく誕生日ゆかりピーヤポイポイでいきます。あっし、ありがとう。じゃ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 ーん、私の家にある CD なんやけど、ここ最近の CD がね全部集まってる。11月のアンクレットやろ、ティーチャーティーチャー、ジャーバージャー、願い事の持ち腐れ、セントレ、タグスキー、ノーウェイマーですね。そう、なんかこれはね、ありがとう。これはなんかパパがね知り合いにもらったらしくって、それをなんかもらいました。パパがなんか知り合いにもらったけん、なんかおかりにあげるって言ってくれたんですよ昨日。
いやよく分からんのよね、誰なんやろこれね劇場版だよ、劇場版こんばんは。え、なんかさ、そう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 、パパの知り合いの人はね AKB さんのね方のオタクらしいけどね、そう詳しくはよく知らん。キヨニーありがとう、ユースさんありがとうね。なんかもともとそのパパの会社のなんか取引先の人らしくて、赤いのアクションにもねなんか来てくれるんですよ。そうまあユラだから、広島でユラだから多分わかるんだろうねそうそう多分広島のユラだから多分そうなんだよね。 AKB さんをしててそうたまに握手会来てくれる。そうあお誕生日ありがとう、なんかありがとう、なんかねそういうめっちゃ面白いのがね、なんかその人ねなんかそう俺ハゲてるから俺のことハゲって呼んでってね言ってきたの握手会で。でもパパのさ会社の取引先の人に向かってハゲなんて言えないと思って、言えないんです、そう呼んでって推しメンからもそう呼ばれてるからって。竹直さんありがとう、推しメンからもそう呼ばれてるからって言われた。まさみくんありがとう、お生誕祭当たったイエーイそうだって大事なパパの会社の取引先とか言えないですって思いながら、誰なんだろう、推しメンでも誰か分かんないんですよね、ケビーさんだと思う。そう言えないんです。でもなんかその人がパパにあげたらしくって、それがなんか間接的に届きました。まず11月のアンクレットの劇場版ですね、これは。これはあれですね、渡辺麻衣さんの卒業ソングのさよならで終わるわけじゃないとボーカル選抜の予想外のストーリーが入ってるやつですね。これさ今さよく見るとさ、ユミリンさんこれすごいところにいるんですよね。渡辺麻衣さんの隣にいるんですよね、ユミリンさん。いや見た、何回も見たことあるんだけど、よくよく考えてみたらめっちゃすごいところにいるなと思って。ねえ楽しみ楽しみ。次ティーチャーティーチャー、ティーチャーティーチャーはもうあいつだね。ティーチャーティーチャーは、君は僕の風、あのセンター試験の曲ですね。あと蜂の巣ダンスが入っておりましたね。これ気温にイレジーしんちゃん先生ありがとう。これタイプ何を買ってるかでさ、これタイプとかある、タイプ何を買ってるかでさ推し名分かったりしないのかな。タイプとかあんのないか、握手会でイラリンがお水飲んでる時にいきなり話しかけたら水を吹き出すから、それ大ごとじゃねえよら。そうそうですね、それはタイプないのか劇場版だけ。しんちゃんありがとう、ジャバージャーもある、ジャバージャー嬉しい。これ全部ピリピリ開けちゃったけどよかったのかな、ジャバージャー開けなきゃよかった、綺麗に取っとけばよかった、開けちゃった、なんかもったいないことしちゃったな。え、なんか多分さ、そっか、風習シャルタさん、ナナセンシズさん、
なんか多分さ、ファンの皆さんにとってはさ、毎回さ握手会のたびにめちゃめちゃ CD さ買うけんさ、あの CD いっぱいあるって感じなんやろけどさ、カメラさんありがとう。なんかゆら的にはさ、なんか自分で CD 買うことが全然ないからさ、こう CD こうやっていざ持つとなんかもったいないって思っちゃって開けれないんですよね多分多分みんなが思ってる感覚と違うよね。なんか自分のお金で CD を買うことがなくって、全然なんかもう私は子供の時からリティコさんハッピーバースデーありがとうありがとう、なんか私は子供の時からずっとなんていうの、ウォークマンがあったし iPod とかだけ、なんか CD をこう手に取ることがあんまりなくって、子供の時からいっぱいあるからあげてほしいです。みんな余ってる CD くださいとか言ってほしいですね。ジャーバージャーですね、ペダル入ってますね。 ST のセカンドもあのドラフト生のタイプ D しか持ってないので、タイプ D は買ったので、だからそれ以外とかは普通に欲しいなって思っちゃう。買えよってな。そう、買いに行こう。タイプ D はとりあえず買おうと思ってね、買ったんですよ。次、願い事の持ち腐れもあるんですよ。これ瀬戸内の声が入ってるやつ。ヤリのマップすごかった、え、嬉しい。部下にヤリとの通信を入れたら羨ましがられて服用活動に、え、めっちゃいい人、もっと広めて布教してくれない面白い。でもあるからあげて、え、欲しいんだけど、羨ましい羨ましい。うん、好きなアーティストとかも CD じゃなくてもう iPod に入れてました。 iPod とかウォークマンに入れてました。ありがとう誕生日。願い事の持ち腐れ、これは最新の、結構割と最新のセンチメンタルトレイン、センチメンタルトレイン、サンダルじゃできない恋、ユリを咲かせるかね、センチメンタルトレイン。そうで、タグ好き、だらしない愛し方、抱きつこうか、抱きつこうかめっちゃいいよね、好きです。タグ好き、ありがとう。みんなお誕生日、次ノエマンもねあります。ノエマン、ノエマン、ラスケマン、みたいな感じでちょっといただいたので嬉しいです。増えました。私は結構割と最近の CD は全然なんか持ってなくって、その結構昔のリセット公演とか、そう、なんかこの辺だから私が持ってたのって、そう、この辺の時だったから私がもう買ったりしてたのが中学生とか、だから結構古いやつ、本当にリセット公演ぐらいの時の CD は結構いっぱいあるんですけど、もう最近のやつが全然なかったから、そう、めっちゃ嬉しいと思って。よいしょ、なべなべありがとう。懐かしいでしょ。でもたまに見返したりする、普通に。そうそう、懐かしいよね。そう、超全盛期の時ですね。そうでね、今年はそう、みんな多分もう聞いてびっくりだと思うけど、今年はなんか総選挙がねないということで、ありがとう、びっくりしました。私ももともと知らなくって、さっきあのマネージャーさんからなんかあの今年の総選挙についてあのやらないということになりましたみたいな、ネットに上がってるので皆さん読んでくださいみたいな連絡が来て、
初見さん、ありがとうございます。すっぴんで申し訳ないです。 STU のゆらりんことゆらあかりです。よろしくお願いします。ありがとう。そう、なんか呼んでおいてねって言われてびっくりしました。え、ないんだと思って。なんか私的にずっと総選挙を今までずっとテレビで見てきた側で、去年初めて総選挙に私は出席というか出馬させてもらったんですけど、まさかなんか終わっちゃうなんてと思ってびっくりしましたね。なんか子供の時から AKB といえば総選挙っていうのがあって、私はすごい優子さんが1位になって前田敦子さんが2位になった時、すっごいその時 の総選挙をすごい覚えてるんですけど、毎年総選挙はねちゃんと見てるんですけど、総選挙がある日は今日は総選挙があるから早く家に帰ってテレビ見ようって言って見てた側からすると、なんかなくなっちゃうんだっていう、なんかなんていうの、なんか寂しいなっていうのがありますね。やっぱ AKB といえば総選挙っていうのがそれ強かったし、ちょっとなんかびっくりでしたね。本年はって書いてたから、まあいつかまたあるのかもしれないし、まだわかんないけど、とりあえず今年はないっていうことで、なんかちょっと寂しい1年になっちゃうなとも思いましたけどね。来年はどうなのかまだわかんないけど、なんか総選挙が AKB ってやっぱり1年の中で一番大きなイベントであって、一番 AKB が盛り上がる時でも AKB グループが盛り上がる時でもあるのかなっていうふうに思ってたので、やっぱりまだ私が一般人だった頃はこう握手会とかイベントとかはなかなか行けないけど、こうテレビで見る総選挙は1年で一番すごい楽しみにしてたし、そう思うとちょっと寂しいなとは思うけど、どうなんだろうね。まあ何事もなんか変化がなしに続いていくものはないのでね、無常感なので、それを今回は総選挙がないっていうのをいい方向に捉えれるように、いい方向に持っていけるようにしていくしかねないですよね。まあ結構今年多分かけてた ST メンバーは結構いると思います。 ST を結成してもう2周年ってことで3年目に入る年で、結構なんていうの、私はまだ入って丸1年経ったぐらいっていう感じで、総選挙をそうどこまで本気で捉えてるかって言われたら、まあ、なんとも言えない話なんですけども、まだまだ入ったばかりの分際で、ただ STU メンバー3年目でもう総選挙をしっかりと見据えてこの1年間活動してきたメンバーもね多分いると思うんですよ。もちろん奈々選手さんありがとう。だからなんとなくちょっと ST メンバーもねびっくりしてるメンバーも多いとは思うんですけど、まあその分ね選挙がないってなるとですね、何に注目が集まるかと言いますとね、 ST48 号の出航なんじゃないですか総選挙がないってなると、もう皆さん ST48 号の出港に
注目していただけるのではないでしょうかというふうにね、明るく考えています。あの一番大きなニュースになってくれるのかなって思ってます。でも正直その船が春から始まるじゃないですか、出航じゃないですか、まあいつなのか分かんないけど春に出航ってね、陸上公園も出航準備中ってやってきて、船が始まったら多分さらに STU 自体が結構大きくなるんじゃないかなというか、飛躍するんじゃないかなって、してほしいなって思ってますね。劇場ができて船でって思ってるからこそ、まあ、今年が勝負の年でもあるじゃないですか、新たなスタートとして STU は。だからぜひね、この1年間勝負の年なので STU 自体も私自身も劇場で力をつけていきたいなって思います。でも STU ね、どうなんだろうね、春ね、春だから3月か4月じゃない分かる、え、春って4月あるよねえ、あるよ絶対。本年度は STU48 号出航を中止することにしましたとかなったら、もう悲しいよ、悲しい悲しいあーそう、ショールーム選抜の話、なんかそのショールーム選抜も、まあ、あくまでもその、AKB48 選抜総選挙があって、それのショールーム総選挙あってからのショールーム選抜だったので、なんかショールーム選抜だけやるのかな、わかんないけど、なんか本家のショールーム本家の選抜総選挙がないのにショールーム選抜やるのかなっていうところはありますけどね。どうなんでしょうね。まあ私は本当にあのショールーム結構力イベントショールームイベント結構力入れて頑張ろうって思ってて、日刊現代さんだったりドラフトだったり、だからまあ今年はショールーム選抜があるのなら、まあ、できるところまでやりたいなぁとは思ってたので、それもねどうなるかわかんないですけど、ちょっとどうなるんだろうね。そう、結構みんなショールーム選抜もしないって、去年ランクインしてるメンバーがほぼしないっても言ってたから、なんかここは頑張りたいなって思ってたので、まあ私的にもなんというか、まあ、ないのかなみたいな感じですけどね。そうなんだよね。まあでもショールームイベントはまたいつか絶対あるよ、絶対あるなんで2回年代さ、この間のまた分かるのにもっとあったっけまあ3週間って相当らしいですよ、やっぱ命すり減るって出ました、みんな。まあそうですね、まあ来年もうどうなのか分かんないけどね。まあ総選挙があるかないかはまあもうよくもあり悪くもありどちらでもあるので、まあ、物事が変わるときにね、全てがいいこと全てが悪いことっていうのはないので、いいこともあり悪いこともありなので、皆さん的にはでもやっぱりあれですよね、総選挙なくなるってなるとちょっと思うことたくさんあると思います。
ありますよね、皆さん、それはね。あって当たり前だと思ってたからね。Wi-Fi ないのは絶対速度制限かかっちゃうね。出費が減るはず。それはでも多分一番ね、そうですよね。怖くてショールームネックネームいたい。うん、ぜひ言ってください。あ、この間ショールーム来てくれた人ねってなるから。うん、まあ私もまあ来年もあるかわかんないけどとか言いながら、あるだろうなとは思ってたから。マサさん、クマさん、ありがとうございます。クマさん、ありがとう、マサさん。ね。まあ、STU に集中できるから、そうですよね。いいこともある。総選挙ありきで応援してきてるからね。やっぱり総選挙ってね、メンバーが一番、こう、なんて言うんやろ、目標としてというかね。そのために1年頑張ってるっていう場所でもあるからね、総選挙。しかも STU ね、今年はね、ランクインいっぱいしそう、わかんないけど、だったのにね。ショールーム中はしんどいけどね、達成感がすごいよね、ショールームイベントはね。中井梨花さんすごかったよね、ショールーム。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。マサさん、風邪ひいたのお大事にね。クレヨンしんちゃんですゼロありがとう。ねえ、総選挙はでもやっぱりでかいよ。その分サードが早いんじゃない。そんなことあるのかな、そんなことあるのかな。一江戸さん、ありがとう。まあそうですよね、総選挙を目標にしていたメンバーさんはね、複雑ですよね。まあ、ユラはなんて言うんやろ、総選挙っていうものがまだ膨大すぎてちょっと現実的に捉えれてなくて、まずはコツコツと ST の選抜に入ることが一番の目標として、総選挙はそれからって結構考えてたので、そう。プーマありがとう。なんとも言えない気持ちですね。ね、その分 STU のシングルがね出てくれたら一番嬉しいっちゃ嬉しいけど。なんか結構なんていうんやろうな、いろいろ今 AKB っていうか、まあ、48グループ自体がなんかちょっとずつ変わってきているなというか、まあ変わらないものはないし常に変わり続けてるし、 AKB グループは常に進化し続けてるけど、なんかなんていうんやろな、 AKB ショーが終わってしまったりとか、ラジオがね終わっちゃったりとか、総選挙は今年なかったりとか、なんかちょっと寂しい気持ちはいっぱいありますね、最近の AKB の変化には。まあ、昔って言ってもそんな子さんでもないんですけど、その本当にポニーシュシュ時代に生写真とかめっちゃ買って応援してた身なので、私もいろいろ変わってきてるんだなと思いますよね。まあ
まあなんか AKB ってすごい大きいなってすごい思うんですよ。いやなんか今更って感じやけど、エチェトさんありがとう。まあ、正直あの今更っていうことかもしれんけど、私がねまず STU に入っていろいろ握手会とか経験させてもらってすっごい思ったのはね、やっぱ48グループって大きいなってすごい思うんですよ。やっぱりなんかすごいことだなって思う。なんか何があっても多分なくならないんじゃないかなって思っちゃうよね。すっごい大きいもん AKB グループって。人数が多いのももちろん、スタッフさんの数が多いのももちろん、ファンの方もやっぱ初めて幕張であの握手をした時にうわーこんなに人がいるんだって思った。もうすごいすごいことだなって。でなんか移動もさ新幹線でできてさ、ケータリングも豪華だしさ、なんかこんなにすごい大きなものが大きなものがなくなることなんてないなって思っちゃうぐらい大きいなってね思ったんですよ。それがなんかあの私の初めての感想かな、 STU になった時に、ね、このこんなに大きなさグループがこうずっと続いてるってすっごい話ですよ。本当にケータリングはねびっくりしました。 AKB さんのその全体の幕張とかでの握手会の時はもうケータリングに感動しました。私はあのですね、なんか屋台みたいなのトラックがついててタダで食べれるんですよ。しかもそれのレベルが高くって毎回なんかあのさ美味しいサラダとかジェラートとかいっぱいあるんですよ。もう毎日の握手会が楽しみで楽しみでお祭りみたいな。なんかこんなに大きなグループになるって本当にすごいことだなって思う。なんかメンバーが全員卒業とかじゃないと多分ねなくならなさそうだなって思う。なくなってほしくないなって思うしね。なんか私がもうあの息絶える頃にまでもう私はもう絶対言い続けると思う。私はね昔 AKB48 グループのねグループにおったんよすごいじゃろーって多分私はもうひ孫ぐらいまでなんかもう言いそうな気がする。そのぐらい誇らしく思ってるこの48グループに入れることが。こんばんは。そうですね、 STU はねお弁当なんですよ。いやお弁当が嫌とかじゃなくて全然お弁当も好きなんだけど AKB さんはやっぱりすごい豪華だなって思いますね。まあでも劇場戦ができてもっともっと48を STU が盛り上げていけれたらいいなって思うし、その盛り上げる一員として自分がもっと活躍できるようになりたいなって思います。エチエトさんありがとう。STU のドラさんはなかなか多分卒業しないと思うよ。大丈夫大丈夫。え豪華ですねケビンさん。すごいですよ。私びっくりした。ケータリングがこんなに豪華なんだって。昼と夜で変わるし、あったかいし、バイキングみたいな感じやし、めっちゃ美味しいし、おしゃれやし。AKB さんのケータリングは本当に大好き。
でも京セラの時もめっちゃ美味しいです。京セラのケータリングもめっちゃ好き。京セラあんまり行かないからな。グループの人数が多くなると一人注目が分散すると、まあそりゃそうだよね。まあなんて言うんだよ、でも人数が多ければ多いほど、なんていうの、いろんな人の目に留まりやすいんや。あ、この子かわいいっていうのがさ増えるわけやけん、人数が少ないよりかは。誰かの好み、こんだけおれば誰か好みの子がおるじゃないけど、だからそう、ファンの人の総数で言うとさ、そっちの方がいいのかもしれないし、まあ、わかんないよね、正解なんてないからね。どうなんだろうね。でも2期生入っちゃったらみんなそっち行っちゃうからちょっと寂しいです。自分たちもドラさんで入ってきた立場だから何も言えないけど、みんなが2期生の方に行っちゃいそうで夜は心配です。入ってきちゃったらもし、え、すごいよ、毎回なんか主食、おかず3つ、サラダ、デザートみたいな感じで出る AKB さんで、外に行ったらトラックで、いろんな専門店が出とるケータリング。そう言ってたの、誰かが言ってた、ファンの人は新しいものが好きだからって。だから今のうちにみんなの心をわしづかみにして、新しい子が来てもみんなが流れないようにグーッとつかみます。ゆらは僕は流れません。あら、おびけー、おびけあらあらあら、目白がいっぱい飛んでます。そう、みんなのね、ゆらゆらしないように、ゆらへの思いは揺らがないように、もう今のうちにみんなの心をガシッと掴んでおきたいんです。ゆらは、だってこれは目白タワーでしたか、今のは。これ、え、待って、目白タワーなのかな、これ。ダコ何匹？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 これ目白タワーですか。鼻かい。みんな、もう本当にみんなゆらゆらしてるからな、もう本当にゆらゆらしてるから心配なんですよ。おびけー、こまーよー。え、これ目白タワーだよね、タワーですか。うん、だおたおめ、あーありがとう。そう、昨日なんだけどね、ありがとう。うん、なんか教えて、これは目白タワーですか。鼻がかゆい、もう無理、限界、もうやだ。タワーではないのか、タワーまで行かないのか、タワーはない。いける。おびけー、こまーよー。おー、ちせそう、こまーよー。空気清浄機もずっとつけてる、ずっと花粉モードでつけてる。天秤屋くんね、怖くてできない。怖くてできない。
な頑張れカプレーション知ってるよ。可愛いし歌うまいし家族友人に愛される人がいるし教えしようがないみんな本当にみんな本当に新しいものが好きだからね。もうすでにユラのファンもね、もうユラってもうすでに新しくないのかって思った。もう悲しくなっちゃった。ユラのファンもね、次の新しい子にどんどん行ってる子がいるの。もうだからもう辛いの。あーもうみんな新しいお兄ちゃん、もう僕は嫌だーってなったのマイナーなソムリエさん、ありがとう。ゆらゆらしてきた、ゆらちゃんに来た僕。笑顔で本音嬉しいだって寂しいから。だから皆さんどこにも行かないでください。ユラシカって本当かよ。みんな揺らがないでくださいねみんな寂しくなっちゃうからね。あら、ヤマちゃんヤマちゃん、クマちゃんありがとうクマちゃんありがとう、ヤマちゃん。シンさんありがとう。神用紙人気、あきあき、ほんと？ありがとうございますそう、ゆらはみんなのことが大好きだから、みんなもゆらのこと大好きでいてください違います、ゆらーゆらーってみんながゆらのところにやってきて、ゆらへの思いはゆらがなくなるんです。誰のところにもゆらゆら行くのは違います。ゆらへの思いはゆらがないでください。揺らがないでいてください皆さん。キヨニーありがとう。切ないです。まあでもドラさんはね、ファンの皆さんに選んでもらった分ね、うちらの思い入れもすごい強いんですよ。やっぱりしっかり選んでいただいたからにはね。皆さんへの恩返しがしたいっていう気持ちが一番ですからね。ドラさんはみんなに叶えてもらったわけやけどね。病んでないよ、病んでない、病んでないけど寂しいだけです寂しいだけです。みんながいなくなったら、ゆら頑張って、頑張る、ネイバーフォーエバーさん頑張りますよゆらは、うん、マジでゆらのこと好きやから、ゆらも好きだからそうね、おきちゃんすごいよね、ラジオ決まったの。絶対面白いおきちゃんだから。メラニスタ19号さんありがとう。いつもいつまでもいるからありがとうみんなのことが大好きですよ。あーありがとう。とりあえずね、まあ、ゆらは ST の選抜に入れることを目標に頑張りたいと思います。という
ということで本日の歌いきますか。こんばんは。本日の歌は何にしましょうか。何にしようかな。こうこの中から決めよう。ハチトスがないからな。願い事の持ち腐れか。久しぶりに自分の勝手な思いで。そんな投票してくださった皆様に感謝の気持ちを持ってないメンバーはドラさんに一人もいないと思います。ありがとうございます。改めて本当に夢を叶えてくれて。The Bluetooth device is ready to pair.声はめっちゃ好きな歌やね。
私なの。じゃあこの中からね選ぼうと思います。じゃあ次はこれいきましょうか。蜂の巣がね、残念なことにね、カラオケ入ってないんですよね。そう、歌いたいよね。入ってないんですよ。しっとりいきましょう、こんばんは。ちょっと練習しなきゃですね。